はい、どうも、なおちんです。さあ、今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、そろそろ、ストーリー終盤に入ってきそうなところですね。ガートラントクエストに来ております。久しぶりだね。この海賊のアジト。もうここでレベル上げした記憶があるんで、懐かしくあります。で、レベルですけども、主人公は32。で、他が40となってます。まあ、ここまではいけるとは思うので、行ってみましょう。それでは、ジュリアンって行きましょう。まあ、問題ないかな。みんなね、テンションもいい感じになってるので、大丈夫でしょう。まあとりあえずはついてみましょうか。どれぐらいダメージいく？まあまあそんなもんか、そんなもんでしょう。捨て身は入れて、フーラでバイキも入れていくと、でスタンさせるよりもまずはルカニから入れた方が良さそうよね。51。ああまあまあパネルがついてないとそんな感じか。もうちょっとダメージはね、いけるかと思ったんだけども、そうでもなさそう。まあ、MP 吸収とかはしてこなさそうなので、魅了か。厳しいな。あ、ちょっと待って。いや、ここはまあまあまあ攻撃しよう。フーラで、痛いな。おー、ナイス。フーラで突っ込みかと思ったら、しなくてよかったね。ならば暗黒の風で弱体化させましょう。はい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 、痛いね、痛い痛い。でもこれぐらいだったら全然耐えていける。341、いいね。でビリバリでこれでね、この体勢を下げれば OK。 次からダメージがでかい。キャンセルショットでスタンを狙っていこう。おー、ナイス、いいね。ガラクタで行きましょうか。回復がいいよな。無限もいいけども、MP 消費激しい。でも大丈夫。入れとこう。スクルトがね。あ、でもまあまあ、眉だったら OK。してくるんだ。なるほど。な、溜まったら結構早めに打っていった方が間違いなさそうね。うん。全体じゃなかったから、まあまだ良かったけども。行きましょう。早め早めにね、先手を打って行った方がいい。で、マイユにバイキ、いや、あんまり意味ないな。バギムチョしとけ。ダメージを与えていった方が良さそう。まだマイユは攻撃力がまだ高くないので、このまんまの方が良さそうね。で、フーラでバイキを、あー違う、こっちでも出していっていいか。うん、更新していきましょう。このバイキが入ってる攻撃は全然違うからね。何する？魅了がね、結構きついんだよな。おーい、いやー、でもまあ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 いいか、大丈夫。ナイス、632、いいダメージ。ここは余裕っぽいね。微量の攻撃さえ気をつけてればいいんで。いや、でも余裕だったね。こいつは余裕。はい、じゃあ次行こう。来ました、マリーン。どうだろう、何か強い攻撃あった気もするよね。でも忘れた。多分ここできつそうになるんだろうな。とりあえずテンション切れそうなので先に使っときましょう。ヒューザはあと一旦、いや、いけないわ、多分もう切れるからがいいね。全身全霊が確か一番ダメージ取れると思います。覚悟しろ。
バイキー売っていきたかったな。まあ仕方ない。2ターン目から頑張ろう。はい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 。マイユはね、さっき雑魚戦で1しか与えきれなかったんだよね。なのでちょっともう厳しいのかもしれない。暗黒の風が先でしょう。おお、マジで。結構きついな。なるほど、2回攻撃か。捨て身入れとけ。ダストンのキャンセルショットが決まればいい。よし、ナイス16 そんなもんだ。2ターンか。まず1回目は回復を入れとこう。これ入れとかんとね。で次で、そうね、バイキも入れたいけども、それよりも守りを固めた方が良さそうな気がするんだよな。なのでどうしようかな。あ、ダストン今のはルカニラスだね。おい、2回攻撃が結構痛い。いや、暗黒の風でしょう。これで弱体化しとかないときついんだよね。で、ダストン回復しようか。回復して、でダストンでルカには入れていきましょう。はいはい、ルカに入れるとだいぶ変わってくるでしょ。効果をね、消してきたら意味がないんだよな。いや、無限でしょ。2段階上げとかんと。あー、弱体化してもそんなダメージ変わんないかもね。おお、がっつり食らうわ。オッケー。まあまあ、とにかくあとはどんどん攻撃していこう。でダストンでテンションマックスになったらば転ばせて、そういう感じでいきましょうか。賢者の聖水使いましょう。まあの後でね、どんどん使いましょう。あ、ナイス。ダストンはたまにねこれがあるから嬉しいんだ。これが来ると本当に嬉しい。何しようかな。バイシ入れていこうか、主人公にさ。1段階で次で2段階にすればいいし、いいでしょう。癒しでは回復しきれないかな。癒しはね50ちょっとなんだよね。なんでこっちが、おーい、マジか。通行があるの。回復は多分まだ大丈夫と思うんで、バイキをちょっとかけとこう。主人、やばい、ダメだった。3度目の挑戦です。なんとか 25% まで持ってきましたね。これ痛恨が出たら終わり。もう運ゲーみたいな感じだね。痛恨を2連続とか来るんで、もう防ぎようがないんだよな。盾も装備できないしね。どうするか。まあ、攻撃しないといけないので、魔法の聖水で回復でしょ。あ、ナイス！ナイス！世界中使おうか。どんどん使っていっていいよ、もう。そうするしかなんか勝てないもん、本当に。で、ここだよな。いやー、もうここはもう、攻撃に入れないと、ダメです。頼むよ。できた、もう、もう、
これがきついんだってば。いけ、もうちょっとでもいいからもう減らしていかないとね。世界中の歯、まあまあ世界中のハートね、世界中の雫は手に入りやすいので、もういいでしょう。いいよ。じゃあもう回復したがいいよね、いいよね。バギムーチョで攻撃してもいいかなとも思ったんだけど、守らないと。オッケー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 、ラッキーラッキー。もうちょっとなのよ。よし、いいぞいいぞいいぞ、いいダメージ。よし、もうちょい、多分もうちょい。やることはもうルカニでいいか、ルカニでいい。減らしたね。攻撃は2段。あー、さっきので減ってんのね。バギムーチョがいいか。いや、これでいこう。頼む、ツーコン来るな。よし、オッケー、いける、倒せるっしょ。熊田かヒューザ、よし、いけたー。ツーコンが痛すぎる。はい、ということで今日はガートラントクエストクリアできました。もう本当にね、ギリギリの感じだね。もう運が絡んできだすとちょっと厳しいな。なんとかならないのかね。まあ、主人公を入れないとか、主人公をパラディンにしてもう防御特化にするとか、そういう感じなのかな。もうきついんで、とりあえず次行くまでに、レシピを入手して賢者の聖水とか作れるようにして、うん、で世界中の雫もマックス10個とか持ってから、それで挑みたいと思います。はい、チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。